人から痩せたねって言われたいんですけど、どうしたらいいですか？ああ、人からの印象を変えたいということですよね。お腹痩せ、足痩せってすごく人気なんですけど、実は人から痩せたねって言われるのは背中なんですよね。自分では見えない場所なんですけど、人は背中を見てたり、人は横から見てたりすることがあるので、お首とか背中とかがこう薄くなってくると印象はすごく若々しくなりますし、あれ痩せたんじゃないってやっぱ言われる方多いみたいです。本当うちのお客様皆さんおっしゃるんですけど、お腹結構へっこんできたから次ちょっと背中かけてみようかななんて1回2回お背中かけただけで、職場であれ痩せたんじゃないって言われる方がすごく多いみたいなので、痩せたと思わせたい、見られたいみたいな時はぜひお背中をおすすめします。はい、どうやれば背中は痩せるんですか？そうですね、インディバをおかけするといいかなと思うんですけど、結構皆さんお背中仕事でこういうふうに丸まってることが多いんですね。で、丸まってることでお腹が出てるってこともありますし、お背中をおかけしてお背中がしっかり筋肉が伸びるとお腹もへっこんだりもします。で、腰から内からでしたら、まあ、お尻の半分から上、首までですかね、ちょっとおかけしてるのでしっかりこう気になる箇所とかおかけしますと呼吸も深くできるようになりますし、お背中が伸びると印象変わるかなと思います。まあ、インディバがやっぱりお背中いいかもしれませんね。はい、はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。